おはようございます。ティネット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。世間ではですね、あのポケモンスカーレットバイオレットがね、発売されて皆さん遊んでるんじゃないですか。結構結構遊んでるんじゃないですかね。もう、なんだったらさ、自分ね、登録してるチャンネルね、あの、朝4時に、ラスボスの、ちょっと自分もよくわかんないですけど、ちょっと何言ってるかわかんないですけど、朝4時にラスボスの、あの、手持ちとか、あの、BGM とかが、普通にもうね、流出してたりとか、ちょっと何やってるかわかんないですよ、あれは。なんか、いろいろな匂いを感じますけど、まあ、気にしないことします。ちなみに私はですね、買ってません。いやー、この前の生放送でエキスビジョン試練の9番勝負、灼熱の10連戦、ダークドリアムに挑戦、試練の9番勝負はちょっとともかくとして、赤目大魔王10体を負けないまま、そう、負けないまま、1回も負けないまま赤目10体を突破するね、地獄の企画をこの前ついに終えました。いや、遅いね。うん。モンバト3年やっててさ、普通にまず攻略するっていうね、ここを普通に攻略したことすらなかったんですよね。よくよく考えたら。先日ね、無事に超えることができました。はい。でも、そんな屈強なパーティーだったら、どこでももう行けるんじゃないかということで、今回はまだそのチームたちがやっていないところに進んでいきたいと思います。となると、やっぱりさ、無敗だった。新大魔王無敗だった編成ですよ。今度ゲームセンターのさ、奴らなんてさ、もう、ちょいでしょ。10連勝なんて簡単なもんでしょ。行くぞ、ショートパンツ。それでは登場していただきましょう。ドラゴンライダー、ダースドラゴン、潮流軍団、登場です。ドラゴンとコンビネーションだ。両脇をドラゴンにね、囲まれた潮流軍団。こいつらが、このちょっとおふざけみてえな軍団が、まあ、灼熱の10連戦を突破したわけなんでね、実際問題。強いチームでは、強いモンスターではある全員。ダースドラゴンもドラゴンもドラゴンライダーも強いモンスターであるんですよ、ぶっちゃけ言ったら。79! 削り負けする気がせんな、これ。129! 敵の攻撃なんてお茶の子さえさえ。そう。このね、圧倒的耐性のおかげで、大魔王の攻撃を耐えることもできたわけですよ。73! 、うん、ということで、基本的にはね、この硬さに物を言わせて、まあ、ゴリ押す戦法ですよね、それで。OK! いいね、いいコンビネーションだ。さあ、一個一個詰めてって、意外とね、もう、こいつらは、素の火力が高いんですよ。素の火力が高いこと考えると、あー、まあそこで避けられるのは仕方ないか。素の火力が高いから、あの、火力スキャンしなくてもそこそこの期待値がね、あの、取れるんだよね。さあ、何が来るかな。あー、スーパーハイテンションね。3ターン目のドラム、会心やったらまずかったけど。まあ、スーパーハイテンションか、来いよ。ほー、スーパーハイテンション突撃せいドーン !40! ふふ難点は、わあ、ちょっと痛いね。ちょっと痛いね、それは。難点は、ドラゴンライダーに穴があります。唯一、ドラゴンライダーはマスターダブルスキャンしてない、タンク役として、今回、君臨してるんですよね。なんで、単体攻撃がドラゴンライダーに集中すると、実はちょっとやばいと。大魔王の場合は、おーおーおー大魔王の場合は単体攻撃って意外と少ないじゃないですか。まあ、帝王の一撃とかありますけど、単体攻撃って少なくて、その関係上ね、全体で受けることが前提だったんで、両脇さえ固くしておけば、みたいなとこあったんですけど、こういう単体モンスターたちの戦いだと、
判断力が高い相手だったらガリガリ持ってかれる可能性あるんだよね、ドラゴンライダーに集中して。まあまあ一番の幸いはですね、あ、まあこういう風にね、ドラゴンライダーばっかり狙われると一番の幸いは、この大会モードの NPC にはドラゴンゲー使うやつがいねえってことですよ。これ潮流3体っていうのはどういうことかっていうと、ドラゴンゲー特攻を受けるんで、こんなのを対人で使ったらドラゴンゲー撃ってくださいみたいなパーティーなんですよね。なんかめっちゃ受けた。さあ2戦目、これね、こんなところでつまずいたら嫌なんですけど、ちょっと懸念点があって、はい、レックーさんです。ドラゴンライダーは鳥ゲーです。レックーさんで大ダメージを受ける可能性大いにあります。大切り打ちも嫌だなぁ。で、打点も取りづらい相手なんで、このモンスターたちが。どうしよう。ゴリ押しが難しいんだったら、判定勝ちというね、卑怯な戦法を使ってもいいんですけど、ね、こちら、巣の HP が3042から始まって、かつ、両脇が硬いんですよね。なんで、判定勝ちに持っていくというクソ畜生戦法を使っても、まあ、OK となりますね。貯めるから、で、貯めるからレクーザン通行で、ね、1000は超えちゃうからな、ドラゴンライダーで。まあ、戦士がちゃんと狙うかどうかっていうと怪しいけど、体勢はとにかく恵まれてるんで、あ、いいね、いいね、いいね、いいダメージ出んね。激しい炎。安定して強いね、ドラゴンの激しい炎は。さあ、アサルトクロウ、イエーイ、避けられてる、避けられてるよ。パワースタンプケア、貯めるから、パワースタンプ、いったー、痛いよ、もう痛いよ。そういうことするんだもん、旋空拳。まあ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 、51と53だから大丈夫だ。1通行食らってもなおまだめくれる自信があるわ。でん、いけ、煉獄斬り、よいしょ。まあ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 、いやー、でも1通魂痛かったなー。だが1通魂ごときではね、このパーティーはびくともしませんよ、ギガスラッシュ。まあ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 、並んだな、 HP 差なんだかんだね、もう HP 差が並んでるんですけど、いや、まさかこんなね、戦士レベル15みたいなね、新人のポンポンに俺が負けるわけありませんよ、潮流軍団が。だって大魔王ね、やったやつで強って、やめて、おー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 、かわいい。試練、ね、灼熱の10連戦ってさ、何かわかります？赤目大魔王を負けずに全部倒すんですよ。その鬼畜さは異常ではないですよ。ね、デンタリッチメタハントからやる、そういう感じですよね。おー、ちょ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 い。デンタリッチメタハンでいけるかどうかみたいな、そういうレベルの相手なんですよね。だから、こんなんに負けたらね、ちょっとね、あまりにも、うーわ、レックーさんだって、ダースドラゴン、危ねー。ここは、光の玉かな。ここは光の玉使って、勇気の総裁に持っていきましょう。判定勝ち狙わないと。このままだと、痛恨のこともあって、向こうの勇気が溜まってる可能性あるんだよな。パッチョ現象が起こる可能性があるんですよ。はい。3ターンで相手の勇気が光の玉なしに溜まってしまうっていう不正があるんですよね。その不正を生かされるとまずいんだよね。ちょっと嫌なことがする、本当に。これワンチャン負けあるぞ。ワンチャン負けまであるぞ。いや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 、まさか。こっちは灼熱の重戦。しかもドレアムまで突破しましたからね、その勢いで。その勢いでドレアムまで突破した猛者たちですよ。で、カツラ構えが違いますよ、面構えが。我ら潮流軍団、ダースダゴン。いったいったいった、え、あれちょっと待って。あれ、ん、ちょっと待って。しかも避けられたし。あ、ちょっと待って。最強編成。え、嘘。嘘やろ。え、ちょっと待って。こっち勇気溜まってません。あれ、まさか、いや、そんなまさか、光玉使ってまだこっちは溜まってないんですよ。おーい。光玉よかった。むしろ溜まってなかったんだ、ギリギリだな。
うん、そうですよ。そうじゃなきゃおかしいですもんね。あ、でもちょっと待って。なんか普通に負けそうじゃない？いや、大丈夫。最終的に勝つのは我々よ。お前らがいくら不正をしたところで、最終的に勝つのはこの潮流軍団だよ。うん、大丈夫だよね。まさか、そんな都合のいいことあるわけないじゃないですか。おい。まあ、動けないな。よし。もうこのターンに仕留めてゲームです。ゲーム。さすがにね、そんなこと許されたもんじゃないですよ。うん。なん？まあ、ここで、ね、アサルトクロ当てて終わりです。はい。散々悩まされましたけど、これで終わりでーす。ユウたちも強化され習ったはずでーす。背負わせてはいけないと。3戦目。まあ、2戦目で、めちゃくちゃ辛くも勝った気がするんだけど。さあ、3戦目。武闘家です。まあ、いや、勝てるって大丈夫。みんな不安がってんでしょ。おかしいなぁ。さっきの戦いももっとスムーズに勝つ予定だったんですけどね。いや、もっとスムーズに勝つ予定だったんだけどさ、なんだこのゲームは。なんだこのゲームは。本当に。痛恨バカスカ出るわ。避けるやつは避けるわで。避けるやつがもうひらりひらりと身をかわすわで。一体どうなってんだよ、このゲームはよ。楽しいゲームだな。まあ。で、こういう風にドラゴンライダーだけは耐性が波なんで、ドラゴンライダーばっかり狙われると、ちょっと厳しいっすね。あー、ライダーは、まあ基本的にはライダー狙われちゃうんだよね。大魔王の単体攻撃でもそうだったんですけど、ライダー狙われますね。ただ、ライダーの恵まれてるところは、弱点がないってところです。目立った。属性に対しての弱点は、わー属性に対しての弱点があんまりないんですよ。ほぼないって言っていい。だから強い属性はあるんだよ、炎とかに。炎とかは明確に強いんですけど、属性弱点がないんで、普通にモンスターマスターでおすすめしたい一匹に入るね。むしろ。痛い！ちょっと待って！ちょっと、一通コン食らわないと気が済まないの？ちょ。何？一通コン食らわないと気が済まないのか？お前らは。いや、まあ、武闘家やからそういうこともあるやろうけどさ。まあね。一番怖いのはもはや、もう、痛恨の一撃なんだよな。勇気たまるとかの関係上。何なんだ、28って。素直に来るとそんなに弱いのか、君たちは。あ、ダースドラゴンなら硬いんで大丈夫ですね。はい、67です。びっくりするほど硬いですね。67しか食らわないんだったらもう全然ですよ。はい。あ、まあ、ライダーは狙う仕方ないからね。ここは仕方ないからね。ああ、まあ。さあ、これでもなおこっちの方が有利ですからね。さあ、切り返しましょうか。激しい炎で切り返す。オッケー！いいよー！すごいいい打点だよな、やっぱ。激しい炎強いんだよね。さあ、煉獄斬り！はい！はい！はい！よいしょー！いいねー！今日はドラゴンライダー張り切っております。そして灼熱に逃げました、私は。私は灼熱に逃げました。なんじゃこれ！はい。どうであれ勝ちですよ。どうであれ勝ちなんですよ、もう。この、まあ、潮流軍団のね、強さに圧倒されながらそのまま倒す。てか、こんな回、本来これが普通なんです。カマエルさんも言ってます。4戦目。まあ。なんとか勝ってますね。ああどうしようこれ恐れてたものが来てしまった！さあ、非常にまずい戦いになりました。何がって、このミチコとかいう NPC、ドラゴンキラーなんて引っ提げましたね。まあ、そうあるべきなんだよな。本来のモンバトはそうあるべきなんだけど。ドラゴンキラーはわかりますよね。ドラゴンキラーです。言っちゃえば。潮流へのダメージをアップです。ていうか、特攻があるんで、もう嫌ですね。炎のノックはいいんだけど、ダメージは大丈夫だと思うよ。おー、外しか、そもそも。流滅剣やめてね。オーケー、ドラゴンダンスは全然食らわないんじゃないかな、むしろ。全みんな属性耐性優秀だからね。まあ、ドラゴンダンスは大丈夫。流滅剣の方、怖いのは。
龍滅拳は誰に言っても特攻取られる誰に言っても特攻取られるってなんだよその恐ろしい話は。よいしょ、いいね。素直に物理で取っていこう。アームライオンが狙い目だね。オッケーオッケーオッケー、アームライオン狙っていけば。あー、いいダメージでんね。マスター武器はしてないのにこんだけ出たら十分だな。まあ、どんだけアームライオンが打撃に弱いんだよって話なんだけど。よいしょ、オッケー。素直に物理で殴っていこう。そうそうアームライオンも避けるモンスターじゃないし。110剣はちょっと嫌だね。ちょっと打点は結構来るか。あー、まあ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 。それでもまあ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 。HP はリードしてますよ。流滅剣の痛恨とかで1100とか食らなければまあなんとかなります。いや、恐れてたものが来ちまったわ。ドラゴンキラー、そういや、おったわ、NPC の中にな。ドラゴンキラどうしても第3の技見せたいんやろな、こいつ。こいつ、どうしても第3の技見せたくてしょうがないんやろな、これ。かたくなに流滅拳使わんってことはあれや。第3の技に変わったことで、どうしても見せたいんやろな、それを。火炎の息はもうね、余裕のよっちゃんなんですよ。23とか25やからな、そら。アースショックも全然ありがたい。もうみんな打撃には強いんで、全然ですよ。ああ、いいね。いい避け。しかも、美しい。そのままチョルードグウンダに圧倒されときな。オッケー、はいよ。そのまま潮流軍団でフィニッシュ決めてやるよ。このまま。テールアタック。いいねー。もうギガでいいんでゲームでしょ。さすがに。あ、なんだっけ、そういや、こいつ使うの。あ、まさか。そんな。あ、一体だ。あ、一体でよかった。よかった、一体で。すんげー怖かった、今。最悪のパターンをちょっと予想してたわ。まあさすがにね、2体のうちどっちか決めてくれるでしょ。残り14ですよ。まあアームライオンに、全然火炎の息なら余裕ですよ。余裕余裕。君たちはこのパーティーのね、相性が悪すぎる、いささか。流滅拳以外だけど。流滅拳以外の相性が悪すぎるのよ。まあ、流滅拳を回避さえで、あ、ここで決めるか。ここで、すべてをズタズタに引き裂くアサルトクロー。よいしょ、オッケー。うわ、流滅拳なしに突破した。あー、怖かった。